どうも、サラマッチョです。ベンチプレスマックス更新会、はい、ということで今日はベンチプレスのマックス更新会です。ついにこの日がやってきました。ついにこの日がやってきましたと申しましたが、私、一人ぼっちでございます。一人ぼっちのマックス更新会。いやー、今日という日まで本当に長かったです。来る日も来る日も血を吐くような努力重ねてまいりました。その結果ね、まあ、見ていただいて分かる通り、もうね、とんでもないねバルクアップを果たしてきたわけですよ。これだけねパワーがついてたら、私ベンチプレスマックス130キロ、これがねもう 4,5 年更新できてないんですけど、今日、今日はねこの動画いつ出るか分かんないんですけども、まあ、ゴールデンウィーク中なんですよ。このゴールデンウィークにマックスを更新してご機嫌よくゴールデンウィークを過ごしたいと考えております。ではやっていきましょう。はい、それではまずは60キロです。もうね、この60キロから勝負は始まってますから、集中力もマックスです。絶好調。続きまして80キロです。この80キロで今日上がるか上がらないかもう決まりますから、いきます。上がったな。今日はもう上がったわ。さて、ウォームアップの最後、110キロです。もうこんなの余裕でパイーン、ポイーンと上げて、131キロ、パイーンと上げて、マックス更新ですね。で、いきましょう。勝負の時がやってまいりました。20キロプレート2枚、10キロプレート1枚、5キロプレート1枚、0.5 キロプレート1枚、合計131キロです。いやー、長かったですね。ほんとね、4、5年ベンチプレスマックス更新できない。で、まだね、このマックスに挑戦するような人って、これなかなかいないんじゃないですか。大体みんな何年かしたら諦めるでしょう。私はとても諦め顔悪い。そしてね、今日ついにですよ、この131キロクリアしますから見といてください。ちょっとですね、言い訳したいんですけど、いいですか。ボタンが取れたんですよ。ちょっとこれ見えないかな。こうボタンですね、このちょうどこのベンチのこの落とすところのボタンですね、これがちょっと取れてしまいまして集中できなかったですよね。あ、ボタン取れた。あ、やばいやばい、ボタンが取れた。胸がはだけてしまう、胸がはだけて見えてしまうって思って集中できなかったんですよね。これなかったら多分上がってたんですよね。運が悪かったな。はい、ということで今日もベンチプレスマックスチャレンジ失敗でございます。え、いつも通りじゃないかって。いやね、
最近あのベンチプレスのこの波がね、すごいビッグウェーブが来てるんですよ。でビッグウェーブが来ていて、ちょうどですね1ヶ月ぐらい前かな、もうめちゃくちゃ調子良かった。あ、これはもういつでもマックス更新できますよっていう状態だったんですけど、このゴールデンウィークに入るちょっと前ぐらいからこうビッグウェーブにこう飲まれてます。もう、まあ、調子悪い、重てー、バーベル重てー、全然上がらねーみたいな、そんな状況に陥ってまして、まあ正直今日始める前から、まあ、今日は上がらんのだろうなと思いましたよ。はい。でどれぐらいこのビッグウェーブで下がるかと言いますと、あのビッグウェーブのこの頂点の一番調子いい時、110キロが5回ポンポンポンと上がるぐらいで、私の中でも110キロ5回上がったら130キロ上がるんですよ。で最近このビッグウェーブに飲まれ始めて110キロ3回ぐらいで、おおもう無理っていうような状態になっていると。でそのビッグウェーブに飲まれた状態で今日131キロで、まあ途中まで普通に上げてちょっと止まるぐらいまでいけてるんで、こうビッグウェーブのこの頂点の部分だったら余裕でパンって上がってるんですよね。結局上がってないやないかいですって。うん、それは私も思う。ただ、もう更新できる、もうすぐするんで、はい、今日はちょっと許してください。次回はちょっとね、あの今日味川さんいらっしゃらないですよ。なぜかというと今の時間が夜の11時、営業終わった後にねちょっとやらせていただいております。次回はね必ず更新しますんで、はい、期待はしないでほしいです。はい、ありがとうございました。一生更新できる気しねー。